正攻法から5番の大森を抑えた2番の柏の前に出まして、8番の池野健太が外外を踏み上げていきます。村上義弘、そして小林弘和まで続きまして、中段獲得、4番手2番の柏の、そして5番の大森は6番手になりまして、1番の河村正明8番手です。先行体制に入った8番の池野、追走には3番の村上、そして6番の小林と、ラインの3人がペースをつかんで、4番手中段に2番の柏野智則、5番の大森圭一が足を使わずに6番手で最終周回、8番手から巻き返す1番の河村正明ですが、4番の山下渉が口が開きました。さあバックストレッチ、1番の河村正明の伸び足がいいが、3番の村上義弘がそれを見て番手まくりを放って最終バック。さあ3番の村上義弘先頭に変わって2番手1番の河村正明、そして6番の小林の後ろから2番の柏野智則と7番の山下和樹追ってきた。さあ先頭3番の村上義弘、村上義弘降臨、2着1番の河村正明。